会場の怖いです。それでは、TFUG のシャープ4の方を始めたいと思います。一番最初に、会場についての諸注意を横田さんからお願いいたします。はい、本日のロジスティックスの担当させていただく横田と申します。よろしくお願いします。ですね、会場についていくつかご案内があります。まずネットワークなんですが、この会場をですね、Google ゲストという名前で無線 LAN の SSID があります。こちらのパスワードなしでご利用いただけるネットワークですので、ネットワークが必要な方はご利用ください。一方ですね、電源が非常に乏しい会場になっておりまして、いくつかコンセントあるのですが、十分な数でございますので、ちょっとご容赦いただければと思います。ですね、またですね、お帰りの際にもご注意になるんですけれども、皆さん、胸からかけているカードケースがあると思いますが、こちらのカードケースはですね、お帰りの際にご返却いただけるようお願いします。で、ご返却いただくのはケースだけになりまして、中にですね、シールとカード、お名前記した紙があるかと思うんですが、こちらを下で警備員に渡すと出られるという仕組みになっていますので、こちらに関してはお忘れないようにですね、お願いいたします。はい、でですね、あと他にいくつか会場のご注意がございまして、まずはお手洗いなんですが、お手洗いはですね、会場を出ていただいて、エレベーターホールがあるエリアにございます。でこちらですね、入ってくるとき扉がですね、セキュリティの関係で開かないようになっています。スタッフがいると開きませんので、基本的に休憩の時などはスタッフが立っているようにしますが、もしふとトイレに行かれる場合はですね、スタッフにですね、声をかけていただければと思います。で一番最悪なパターンがですね、ちょっとタバコを吸いに行こうとか言って、何も言わずにパッと下に降りてしまって、携帯電話を持って帰って降りてしまって、エレベーターも落ちてしまって、もう戻ってこれません、連絡もつかなくなって、私が帰る頃にすいませんとかいうふうに、22時ぐらいにすいませんぐらいの上に荷物まだあるんですけどみたいなことがありましたので、そこだけはご注意いただければと思います。はい、あとですね、今日、懇親会がご用意してあります。でこちらですね、ピザとビールをご用意しているんですが、ただこちらの会場、食堂です。で、後ろを見ていただくと、食器とかお皿とかいくつかあるんですけれども、そちら基本的にご利用しないようにお願いします。こちらで紙皿であるとか紙コップをご用意しますので、それをもとに、ですね、それを使って食べていただければと思います。また今日ですね、人数が多いので、ピザに関してはおそらくテーブルにこう配ってしまって、それを食べていただく形になるかと思います。その代わりドリンクはですね、セルフになりますので、ビールなどをご自身で必要なものを取ってきていただければと思います。で今回、コンパス上では一番最初は松岡さんになってましたけれども、ちょっと到着が遅れていますので、発表の順番を変えさせていただいて、3番目に発表予定だった有山さんの発表から、始めたいと思います。それじゃあ早速発表の方に入らせていただきたいので、拍手でお願いしたいと思います。じゃあ有山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご紹介に預かりました有山と申します。はい、自己紹介というのは、ほとんどしなくていいと思うんですが、しなくていいというのはあまりそれを聞きに来てない。本職はですね、 Android アプリの開発者をやってまして、機械学習というのは初心者ですと言い続けて、かれこれ1年半ぐらいになろうとしています。で趣味でやってまして、そのお仕事で機械学習というのにはほぼ関わってないというのが、現状です。はい、で最近だとですね、趣味ではやっているんですが、趣味の延長でですね、4月9日ですね、今月初めに技術書店2という技術書オンリー同人誌即売会というものがありまして、そこに、ちょっと機械学習系、特にテンソルフロー系の本を出そうとして書いた本ですね、テンソルフローを始めましたと。で、これですね、今回の超解像スーパーレゾリューションというものを題材にですね、販売という販布をしまして、ありがたいことにこちらの完売をさせていただいたと。はい、そういった形でですね、1年半機械学習趣味でやってきてですね、じゃあ次何やろうかなと思ってですね、今度畳み込みエンコーダーを使ってですね、類似画像の検索とか、そういうプロットというのできないかなと思ってやってたんですね。こんな形で、畳み込み層と逆畳み込み層っていうのをですね、やって同じ画像に戻すように訓練すると。だから中間の、ここを取るとですね、大体1024次元、大体じゃないです
ですね、2024次元まで圧縮して、ちょっとできないかなと思って今、学習をさせているところです。で、何度も言います、趣味で1年半やってきましたけど、まあ、同人誌もですね完売したし、そろそろ、まあ、初心者って言わなくていいんじゃないのって思ってですね、ちょっと魔が差したんでしょうね。この前ですね、帰り道電車の中でですね、さっそうと MacBook をですね、こいつを広げてですね、転送ボードというのがありましてですね、それで今この畳み込みですね、この画像がですね、結果どうなったかっていう、この2つをですね、対象する画面を確認しようと思ったんですね。結構電車内混んでました。で、隣に今女性も座っているところでですね、Mac 使って機械学習やってるかっこいい僕みたいな感じの、はい、ドーンとですね、無修正なですね、あの2次元の画像がドーンと表示されてですね、もう慌ててコマンド W を連打するんですけど、その時に限ってですね、なかなか言うことを Chrome 聞いてくれないんですね。周りにもちろん人はいるしですね、でこっちもですね、思わず挙動不審になりつつですね、このかっこいい俺を崩すわけにもいかないということでですね、またやりやがったなみたいな、よくわからないことをですね、こうつぶやいてしまってですね、で結局その場が挽回できたかどうかはですね、周りの人のみと知るんですけど、まあ、特に騒ぎにもならずですね、ちょっとこれはですね、今後気をつければならんと、自分で集めたデータセットながらですね、こう出てくるとですね、非常にこう心臓に悪いと。あ、ちなみにこれモザイクかかってますけど、寿司ですからね、一応著作権あるんでモザイクかけてるだけで、この画像自体は寿司です、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回僕の、持ち、セッションはですね、 GPU 101ということで、初心者向けに、まあ、GPU を使って何かすると、まあ、テンソルフローで GPU 使うという部分を触れていきます。はい、テンソルフローと GPU、まあ、機械学習と GPU でもいいんですが、今回もあえてテンソルフローに限定すると、前提としてはですね、まあ、GPU ボードがいます、カードがいます。でこれですね、クーダコンピュートキャパビリティ、まあ、3.0 以上のもので、クーダツールキットと CUDNN っていうのを入れますね。でクーダツールキットっていうのは、普通に配布一般ダウンロードできますが、下の CUDNN っていうのは、NVIDIA のサイトからユーザー登録して申請しないと手に入りません。なので今日言ってですね、今すぐ手に入るものでもないので、もしお使いの予定がある方はですね、ユーザー登録と申請っていうのを先にしておくといいと思います。で、あとテンソルフローのパッケージですね、インストールするテンソルフローのパッケージも、テンソルフロー -GPU という GPU 対応のパッケージをインストールする必要があります。はい、でコードから GPU への処理の割り当てというのは、まあ明示的に割り当てるとこんな形ですね。 TF デバイスで GPU で、これ i はまあ整数0から数字が入ると思ってください。 GPU のいくつ目に割り当てるかというので中身を変えていきます。こんな感じですね。 GPU デバイスのいくつに、その中で実行する、このこれらの下のオペレーションが全て GPU で実行されます。で、GPU で実行する外の処理、こんな感じですね。これ、基本はですね、TensorFlow の C410 のチュートリアルを元にしています。で、コードだけ見てもですね、よくわからないという方もいるので、ちょっと図にするとですね、Tensor ボードで見るとこんな感じで、各 GPU にこのタワー0、タワー1、タワー2、タワー3と、各 GPU に割り当てられていることが、色で示されています。はい、GPU に割り当てる処理ってこんな感じですね。TensorFlow のインプットパイプラインから学習データと、まあ、教師データっていうのを取得して、まあ、モデルのインフェレンスで推論したものを、まあ、誤差関数通していく、まあ、機械学習やってる方にはお決まりですし、まあ、やってない方はですね、こういうものだと思ってください。内容はともかく、GPU 一つにつき何らかの処理を割り当てて、最終的に勾配求めています。で、その GPU 一つ一つの処理ですね、これタワーに分かれてます。これ4つ、GPU 使ったパターンですが、各 GPU から勾配が得られて、
その勾配をですね、平均化して、あとはその全体の勾配を求めてからパラメータを最適化するという処理をしています。で、実際にですね、GPU ってみんな言うけど、どれだけ違うのっていうのを少しデモでですね、させていただきます。デモするのは、例のですね、畳み込み、事故を起こした畳み込みオートエンコーダーを使ってですね、僕のまず手持ちの GPU サーバーですね、これ GTX960。これで実行します。バッチサイズ1ですね。1つのサンプル処理するのに一体どれくらい時間かかるのかと。はい、まあ、1回処理するのに180ミリセカンドぐらいかかってます。じゃあ GPU を使わないとですね、どうなるのっていう話ですね。バッチサイズ1ですね。GPU、テンソルフローに割り当てる GPU の数っていうのは、このクーダビジブルデバイスという値で、指定できます。ここにマイナス1与えるとですね、テンソルフローからは、この GPU が見えないと。なのでマイナス1を指定して先ほどと同じ処理を実行します。はい、1ステップ4秒、まあ、3秒から4秒ぐらいですね。 GPU だったら 1回計算終わるのに180ミリセカンドでしたけど、 CPU でやるとまあ3秒ぐらいかかってしまう。これぐらいの速度差があると。はい、で、手持ちの GPU サーバーっていうのがあります。でもう一つですね、最近ちょっと使わせてもらっているさくらの高火力コンピューティングの実験機ですね。こちらちょっと構成が特殊だという話で、使っている GPU が、まあ、複数枚刺さってるんですけど、種類がちょっと違うと。それが、こちらですね。はい、同じく GPU は1個だけ使えます。でタイタン X のこれパスカルモデルを使ってバッチサイズ1で実行をします。同じ GPU でもですね、結構その速度が違うということがお分かりかと思います。まあ、GPU って言ってるとですね、大変そんなに違うのっていう話になってしまうんですけど、実際ちょっと比べてみるとですね、やっぱり違う。まあ、ない最近僕がやってる計算はですね、あるとないので全然違うので、いい GPU とまでは言わないんですけど、GPU があった方がいいよねというのが今のところの結論になっています。で、それに GPU というとですね、その GPU を僕はことごとく使えないということで有名な男なんですが、ちょうど昨年の今頃の記事でですね、TensorFlow で GPU を使ってるつもりで、早いですよっていう発表してたんですけど、実は使えてなかったということが昨年ありました。あ、今のデモはちゃんと使えてますけど大丈夫ですよ。はい、で、なのでですね、その僕が送る TensorFlow で GPU が使えなかった事例集っていうのがをまとめました。パターン1ですね、パターン A。ドライバーがアップデート。これ、Ubuntu がですね、自動アップデートをかけるとドライバーが外れることがあるんですね。で、この前もちょうど3月22日に、はい、執筆のさなかにありまして、自動アップデート走ってですね、ドライバー外れたと。でだから GPU 使えてませんでした。
で、TensorFlow 厄介なのは GPU 使えてなくてもですね、エラーで落ちずに CPU で計算しちゃうんですね。なのできちんとGPU 使ってるかっていうのを監督をしていないと気づけないということがあるので、お気をつけください。で、パターン B、 こっちはあんまりないんですが、 TensorFlow 自体がアップデートする、 TensorFlow 自体をアップデートしたときに、この CUDNN のライブラリーがですね、このバージョン、コンパチのバージョンから変わったよっていうエラーメッセージで動かなくなるときがあります。これは、TensorFlow 自体が落ちちゃうので、まあ、比較的早めに気づける事例ですね。ただこういうこともあります。で、新しく皆さんにご紹介するパターン C がですね、はい、この本を書いているときに起きました。で、ここに書いてあるようにTensorFlow、 この本を書くときに開発環境はさくらの高火力を使ったんですね。でも検証環境は、非常に、まあ、スペックの低い、僕の持っているスペックの低い方でやりました。で、なぜかというと、手元で実行可能な、仕事として実行可能なモデルとですね、紙面、書籍に掲載可能なモデルって実は違うと僕は思っているんですね。っていうのは試せないと意味がない。なので先ほどの4枚出しの GPU でちゃんと動きますっていう本を書いてもですね、試せる人何人いるかっていう話なんですよ。で、今でこそこの GPU モデル、この4枚出しのやつって、この時間貸しを始めたんですけども、さくらさん当時はそんなのはなかったと。なので試せないっていうことは試せるものをしないといけない。で、検証機を使いました。で、実行をしてみたんですが、たまらなく遅い。 CPU と GPU ほとんど変わりないぐらい遅かったんですね。で、なんでだろうと思って、じゃあやっぱり、まあ、960じゃ厳しいのかと。で、 Google クラウドプラットフォームに GPU インスタンス加わったし、じゃあこれ使おうよと。読者の方には申し訳ないけど、これ調達も結構簡単だし、こっち使ってもらおうよと思いました。で、インスタンスを作ってですね、GPU の数をですね、ポンと1にするとですね、ドンと、はい、1ヶ月あたり590って出てびっくりしたんですが、まあ、買うよりは安いか、はい。で、使ったんですけど、クォーターで制限されてたので、一緒、クォーター上げてよということを申請して、そうすると Google からメールが届いて、なんだかよくわからないけど35ドル払ってって言われて、で、最初これスパムメールにフィルタリングされてたぐらいなんですけど、はい、本当かよと思いながらですね、35ドル払ったら使えるようになったと。で、35ドルはクレジットとしてあるので、別にロック解除、クォーターアップに35ドルかかったわけではないです。はい、後で、これ美味しく使わせていただきました。35ドル分のクーポンですね。で、バーチャル CPU8、 メモリー30ギガとか割り当ててですね、これテスラの K80 なんですね。もう普通僕全然手が出ないような素晴らしいスペックのマシンを使ってですね、じゃあもうこれで本検証機にしようと思ったらあまり変わらなかった。はい。で、原因はって言って調査するとですね、 NVIDIA SMI というこのコンソールで GPU の利用率見るとですね、あんま 25% ぐらいしか使ってないんですね。で、トップで見るとですね、Python3、 この一番上ですね、このプロセスが 800CPU の利用率800とかになってて、あれ GPU じゃなくて CPU 使って計算してるじゃんということになって、じゃあどうしたことだと。で、TensorFlow のログデバイスプレイスメントっていうのを True にすると、どのオペレーションがどこの、まあ、デバイスで使われてるのかって見えます。だからこれをずっとですね見ていくとですね、はい、これGPU より CPU の方がたくさん、まあ、オペレーション動いているということが分かりました。で、そこの中の僕の目を引いたのはレコード JPEG というものですね。レコード JPEG が CPU で動いていると。で、TensorFlow のグラフ上で見ると GPU に割り当てて、イメージローダー GPU に割り当てられてて、はい、レコード JPEG も GPU の上で動いているよってグラフでは書いてあるんだけど、グラフでは書いてあるんだけど、でもここで見ると CPU で動いていると。はい。で、だからこれですね、アローソフトプレイスメントっていうオプションをですね、トゥルーにすると、はい、
GPU に対応していないオペレーションはですね、自動的に CPU に割り当ててくれるという便利機能ですね。ただこれがですね、僕の書いたコードが悪かったと、はい、このデコード JPEG でこの画像をですね、デコードした後、たった33ピクセルの小さなこの、ピクセルを取るということにしか使わずにですね、はい、1回のバッジ128としたら、ファイルの読み込みレコードを128回やって、一つ一つのファイルから33ピクセル四方の画像を取って閉じていたと。それはまあ CPU 側のですね、負荷も重くなるよねと。だから今回は GPU 使ってなかったのは CPU 側ですね、 CPU 側が原因でした。なので書き換えてですね、あ、スライドはですね後で公開します。書き換えて、どうしたかっていうと、1枚の画像から複数の、画像をですねクロップするようにしました。はい、そうするとデコード1回でですね複数のサンプルが得られると、はい、で、そうするとですね、ロードイメージの結果って今まではハイトウィズスチャンネルズの、3回転数だったのが4回転数ですね、はい、バッチサイズが加わって、4回転数になって、それを遠距メニューですね、シャックルバッチのオプションに遠距メニューに加えると4回転数を与えることができるようになります。そうするとですね、これ GTX960 の結果ですね、はい、右側にある207ミリセカンドとかから、まあ、大体60ミリセカンド、100ミリセカンド以下にですね、効率がアップしました、はい、なのでパターン C ですね、これはCPU 側のオーバーヘッドです、はい、でまとめに入ります。 GPU はですね、ご覧いただいたように大変速いと。でコードがですね少し煩雑になるというのは、まあ、あるんですけども、やられる速さっていいです。で最初僕がこの非効率的なコードになんで気づかなかったかっていうと、効果力がですね、G4 のなんか4コアを2機積んでるんですね。なので、そういう非効率的なコードを書いてもですね、わからないぐらい早く動いてしまっていたと。で、GCE ですね、コンピュートエンジンの名誉のために言っておくと、効率化すると GCE も相当速い、ものすごく速かったです。ただ、このバーチャル CPU の数をいくつにすればいいのとか、メモリをいくつにすればいいのとか、バーチャル CPU も8まで増やせるんですけど、8以上にするんだったらその GPU の数も変えなきゃいけないみたいな、いくつか制約があってですね、そういう部分のそのノウハウっていうのはまだ僕には足りないなと思いました、はい、あと ML エンジン試してみたらっていうことも言われたんですけど、あの僕画像データセット10ギガとか20ギガとかあるので、それをちょっとクラウドのストレージに上げるのはちょっと手間だなと思ってやってません。もしこの辺に知見のある方おられたらですね、後でこっそり教えていただければと思います。はい。で、戻ります。これ書くときにですね、また GPU ちゃんと使ってやれなかったんですが、販売したこれですね、インプレスの R&D 社様よりですね、5月下旬ですね、予定なんですが、販売、商業の方で販売されるということが決まってますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい、ご清聴ありがとうございました。質問はちょっと懇親タイムの方でまとめてという形にしようと思いますので、続きまして、はい、じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様です。C ではないです。あ、こちらです。はい、ありがとうございます。3分ぐらいオーバーしました。いや全然大丈夫です、はい、1番はね結構ラフ大丈夫ですか。さっき一応刺したんで、はい、じゃあ、はい、有山さんありがとうございました。もう一度拍手お願いします。
きまして2人目の発表で足原さんにお願いしたいと思います。じゃあ拍手で、始めたいと思います。よろしくお願いします。初めましての方は、初めまして足原と申します。クロスコンパスインテリジェンスという会社で、研究員をしてます。これも大雑把でいいです。僕はもともと数学の出身で、大学院からディープラーニングの数理についてちょっと研究を始めて、で今卒業してから、クロスコンパスインテリジェンスというところの研究員やって、で、今まだ博士課程にも在学していて、やってるのは複雑ネットワークの研究で、実はディープラーニングとあんまり関係がないんですけど、じゃあもう一つは全能アーキテクチャ若手の会っていうので、社会人支部の代表をやってます。全能アーキテクチャ知ってる方最近ちょこちょこ増えてはきたんですけども、あとで1ページだけ紹介するんですが、こっちの、 イベントに呼んでいただいたのも、その全能つながりでの、呼ばれ方だったので、ちょっと僕アカデミック系統の人間なんで、TensorFlow のこのユーザーグループでの発表としては、なんかこう TensorFlow の技術的なところとかっていうよりは、どっちかっていうとちょっとアカデミック寄りの、こういう手法があって、これ TensorFlow って実装するとこんなもんだよみたいな、そういうノリになると思うんですけど、少しちょっと話が難しいなっていうこともあったりすると思うんですが、そういう時にちょっとごめんなさい。後で懇親会でなんか困ったり分かんないことあったら聞いてください。で、そこまでクソ真面目な人間でもなくてですね、大体数式のコンピューターが大好きで、本当TensorFlow っていうのを、ユーザーグループで呼ばれてるからあまり言っちゃいけないかもしれないんですけど、僕は普段使ってるものなんかこうチェから始まるのライブなので、あとクーダーの丸書きとかしていて、実はTensorFlowって呼ばれてるものを触ったのが1週間前です。で、僕かなり寒がりで、冬は普段着でこんな感じでドアップするとこういう形になるんですけど、コンピューターとても好き で、コンピューター好きな理由っていうのが単純で、こんな僕でもこうファスター RCNN って呼ばれてる手法は僕を人として認めてくれるんですね。で、なので、コンピューターがとても大好きだよというのが僕がコンピューター好きな理由です。で、さっき言った全能アーキテクチャ若手の会って呼ばれてるものなんですけど、結構イベントに参加されることのある方、多分見覚えのある方が結構いらっしゃるような気がします。後でまた紹介させてくださいということで、これ懇親会の時とかに。で、ディープラーニングでものを作るの結構好きで、僕やってるのは道路の普通の画像と、そしてそれに関わるセンサーデータみたいなやつを仮想的に配置して、車が例えば1台あった時に、なんか右から来ましたよみたいなセンサーの情報が来たら、なんか車が左側にその後に移動するみたいなやつをディープラーニングで作ったり、これは左から右に来ましたよというとちゃんと車がバックするみたいなやつとかを、画像、動画としての予測として作ったりしています。で、イメージネットって呼ばれてるのをよく使うんですけど、僕の写真を入れるとなんか 99.66% でキャッシュマシンとかに出てきて、僕のことを ATM っていうふうに判断してるみたいなんですね。なんか何ですかね、聞いたことあるんですよ。人間のことを ATM として見る人がいるっていうのは聞いたことがあるんですけど、まさかその機械にそう言われるとは思わなくて、ちょっとイメージネットって呼ばれてるコンペティション、とても嫌いです。で、99.66% だから他にもあるだろうと思ったら、残りの 0.33% はペイフォンって書いてあるんですね。とても残念です。で、そうすると使ってるのって CNN って呼ばれてるアーキテクチャで、ごめんなさい、ちょっと薄いですね。猫の画像とか入れたら、入力されてから出力されるまでにこうずっとなんかこういろんな層を伝播してって、最終的に猫っていう出力を出すっていうことになってるんですけど、この時にとても気になったのが、 CNN って呼ばれてるものは中で何やってるんだろうなっていうのが分かんないし、なんで僕を、なんかこう ATM として見たのみたいな、 どこの属性で見てるのかっていうのが分からなかったの で、それを実はその 中で実はこんなことをやってるんだよっていうアプローチが、研究としていくつかあるんです。で、そのうち、なんかこう3月、先月ぐらいですね、出た論文をちょっと実装して、で、最近こういうふうに、なんかこう CNN の中身っていうのはこういうことやってるんだよっていうのが分かるようになってきたっていう結果をちょっと見せられればいいなと思って、今回登壇しました。CNN って呼ばれてるもの、知らない方はちょっと、いるかもしれないんで、とてもなんかこう今回申し訳ないなと思うんですが、結局のところイメージセットして、それに対してなんか目的に応じた出力を最終的に出すだけだよと。で、最終的に出した出力に対して正しくなかったら正しい出力を出すようにトレーニングしましょうみたいなことをずっとやると。で、これ多分ディープラーニングって呼ばれてるもの全般に関してなんかこうチュートリアルで言うとみんな聞いたことがあるようなことだと思うので、で、その時に CNN 優れてるのは画像に関して、特に画像に関してっていうと、出力するまでに画像のどんな特徴を学んだらいいかみたいなところを自動的に学習して正しい出力を出してくれるよっていうところが、優れてると。
ただし研究の成果によってはちょっとおかしなこともあったりして、大体うまくいくはずなんですけど、なんかこう 57.7% でパンダっていうふうに、まああのなんですかね、まあ、CNN が判断したものに対して、まあちょっとしたノイズですかね、ノイズみたいなものを少し加えてやると、なぜかこう 99.3% で疑問と呼ばれている、タグに変わってしまうっていうふうな現象が起きるんですね。まあ、なんでそのノイズに弱いと言われているらしいと。他にもなんかいろんな現象があって、一見なんかめちゃくちゃな模様を描いているように見えるんですけど、とても高い精度でなんか特に上の左から2番目とかはこれ 99.9% でスターフィッシュだろうみたいなことを CNN が予測してしまったりするんですね。まあそういうふうになんかこうこの例っていうのはアドバザリアルエグザンプルとかって呼ばれたりするんですけど、まあ、基本的にはその CNN って呼ばれているものはなんかうまく画像で判別しているように見えてても、実は騙されるような画像がいっぱいある。だから人間と同じようには全然見てないっていうことがよくわかるんですね。ということは、まあなんか問題がもう一回湧き上がってくるんですけど、とてもなんかこうイメージネットとかいろんなものでとても高い精度を出している CNN って呼ばれているものがなんか意図も簡単に騙されてしまうと。そうすると、じゃあどういう仕組みでももう見てるんだろうなっていうのが気になってくるので、でその時にじゃあ中で何が起きてるのって呼ばれてるアプローチは大きく分けて3つあるっていうところから始めていきたいと思います。で3つあって、簡単に言うと CNN がまあ 99.9%、まあ、100% これだよねっていうふうな出力をするような画像を作ってしまえば、 CNN 自体がこのラベルに対して見てるものがはっきり分かるわけですね。だからこの赤丸みたいに入力をいじってしまって CNN が絶対にこれだって思うような画像を作ってしまえばいいと。もう一つは中間層の中身って呼ばれているものを直接見てしまうと。で最後が逆電波っていうのを使って、まあ、最後に出力したものから入力に対して還元するっていう、まあ、大まかに言うと3つのパターンで CNN の中身を削除するっていうふうなアプローチが結構あるんですね。で最初にあるのが最高の出力を出す画像を作るってことをやってるんですけど、それとても単純で、なんかめちゃくちゃなノイズの画像をとりあえず入れて CNN がなんか適当に出力をすると。でも適当に出力させるんじゃなくて、このラベルを作るように、まあ多分こうグースって書いてあるんですけど、このグースって画像を作るように入力をいじるように逆電波させるっていう方法があります。どういうことかっていうと、まあ、基本的にはそのなんか元々なんか画像があるわけじゃなくて、ノイズからあるいはゼロからスタートするんですけど、CNN が 100% フラミンゴだよって言ってくれるまで画像をこういじり続けるんですね。あるいは 100% ペリカンだよって言われるまで画像をいじり続けると。 100%、まあ、グランドビートルだよって言われるまで画像をいじり続けるということをすると、おそらくなんか大まかに CNN はこういう形の画像を作って、まあ、こういう形の画像を渡すと 100% でフラミンゴを見てくれるっていうふうなことができると。でそうするとなんか左上のちょっと見にくいですけど、フラミンゴなんかちょっと分かりやすくて、なんかフラミンゴっぽいものがところどころに点在してる感じはしそうですよね。だから CNN が見てるものって大まかに言うとなんか色味とかなんか形を見てそうだなみたいな、まあ、出力が大まかに分かる。ペリカンもなんかペリカンっぽいものがちょっと出てるし、まあ、左下のあのグランドビートルなんていうのはちょっと虫っぽいものが点在してたりします。なので入力をいじっていけば、基本的には CNN が 100% これはグランドビートルだよと言ってくれるような画像を出すことによって、 CNN にとってグランドビートルとは何かみたいなものがちょっと出てくるというふうな研究があったりします。あるいは次のアプローチで中間層の中身って言われても直接見るアプローチもあります。これは単純にフォワードっていうか、まあ、とりあえず入力から出力に向けて出していくその途中の層から、まあ、なんていうんですかね、逆電波みたいな形で戻しちゃって元の画像に還元するみたいな方法を取ったりするんですけど、まあ、そういう方法を取っていくと、この辺が分かりやすいかな。なんか左側がなんかちょっと灰色のところにあるのがなんか少し犬っぽかったりしませんかねというところで、まあ、中間層の中には元々の画像の情報のうち、おそらくだけども輪郭とかあるいはその犬っぽい特徴とかっていうのをある程度残してるだろうなっていうのがなんとなくわかると。だからディープラーニングと全般ではなくて、特に CNN の話なんですけど、畳み込みニューラルネットワークの中では入れた画像って呼ばれているものはよく訓練されていれば、おそらく入力された情報のうち、まあ、判断に必要な情報は結構残ってるな、ちゃんと特徴が学習できてるなっていうのはわかるんですよ。だけど今のこの2つのアプローチっていうのにはちょっと
僕の中では不満なところがあって、っていうのもここまでの話をすると、なんとなく CNN って呼ばれているものは、あ、なるほど、まあ、この中間層の中身を見たり 100% のラベルが出るような入力を作れば、まあ、それを CNN が、まあ、カブトムシとは何かみたいなことを判断することができるけど、さっきの問題に立ち返って考えてみれば、僕のことをその ATM って呼ぶ理由を教えてくれてるわけではないんですね。僕の画像に対してどこを見てATM って言ったのかってことを答えてほしいっていうことがあるわけです。だからこの方法だと分かんないことが多いんですね。なので、まあ、最後の方法になるんですけど、逆電波って呼ばれているものを使って CNN が使ったであろう画像中の証拠を探ってみようっていうのが最後のアプローチになります。これが僕が今回実装したタイプのものなんですけど、基本的には逆電波って呼ばれているものは入力して、そのフォワードするっていうと、まあ、入力されたものから出力して最終的な結果を出す。で、逆電波って呼ばれたら出力側から入力側に戻っていくっていう風なパスですよね。で、まあ、そのタイプを使っていくといくつか方法はあるんですが、基本的にはガイディドバックプロパゲーションって呼ばれているものが出てきていて、でこれはバックプロパゲーションとデコンボリューションって呼ばれている2つの方法の合わせ技っていう風な形になってるんですけど、これはそんなになんか手法としてはあまり気にしなくて大丈夫です。あとで、まあ、そのジャンル Git も公開する予定なので、その時の実装を見てもらったらなんとなく分かるかなと思うので、僕はそんなに理論的には気にしなくていいかなと思ってはいるんですけど、そういう、まあ、単純に逆電波をするだけじゃなくて、ガイディドバックプロゲーションというのをすると、一応そのインプットイメージに対して普通に逆電波しようとするとデコンボリューションと呼ばれているのが、まあ、それなんですが、ボコボコのなんか変な気持ち悪い画像が出てきちゃうとね。だけど、そのさっきのガイデッドバックプロパゲーションをすると、まあ、一応その猫の中でも猫の目っぽいところとか、なんかちょっと特徴っぽいところが残ったりすると。なので、まあ、CNN が使用したであろう画像中の証拠っていうのは、大体この辺だよねっていうのが分かったりするんですけど、これちょっとダメで、ガイデッドバックプロパゲーションだけしちゃうと、ラベルの意味があんまり説明できないっていう風な現象が起きます。例えばこの真ん中のやつだと、犬と猫って呼ばれている、まあ、2種類の動物がいるんですが、キャットを見るために、まあ、キャットを見てほしいっていう形で逆電波をしても、ドッグを見てほしいって言って逆電波しても両方とも残っちゃってるんですね。だからガイディドバックプロップの場合は、まあ、決して悪くはないんですけど、結局何を見てほしいっていうものに対して忠実じゃないから、さっきの僕の何ていうんですかね、 ATMとして見てほしいって言った時にどこを見てくれるかわからないわけです。だからこの状態だとさっきの最初の問題が解決しないと。僕が解決したいのは、僕のことをなぜ ATM と見たのかっていうことをずっと問い詰めたいわけですね。でこのままだと使えないので別の方法を見なきゃいけないと。で別の方法っていうのはまだまだいっぱいあってですね、グローバルアベレージプーリングって呼ばれているところから、まあ、CAM って呼ばれている方法を使っていくと。でこのグローバルアベレージプーリングって何って言われると、とてもまあ、大変なところもあるとは思うんですけど、そんなに難しくはないです。結局 CNN って呼ばれているものの基本的なところは、特徴を抽出するところと、あとはその特徴を使ってその最後の画像自体は何が写っているよって分類するっていう2つのパターンに分かれるっていうところが、まあ、基本的には多いんです。でただしその特徴を取るところから、まあ、分類するところに対して、特徴を取るところは結構スパースっていうか素な結合をしてるんですけど、分類するところは結構密な結合をしちゃってるんですね。だからその分類するところで情報がむちゃくちゃになって結構潰れてるから、元の情報が取り出せなくなるっていうことが結構あるっていう、まあそういう判断があるので、グローバルアベレージプーリングって呼ばれてるものは、特徴マップから分類に至るまでのところを、まあ、スパースにつなげようというふうなアプローチです。で結局なんか何をやってるかっていうと、グローバルアベレージプーリングっていうのをやれば、まあ一応その逆電波していくと、スパースにつながったネットワークから逆電波することができるので、まあなんか下の絵を見てもらうと分かるんですけど、それなりになんですが、まあ、これ左上にあるのは人と犬が写ってて、で犬っていう、まあ、ラベルから逆電波していくと、一番右下にあるなんかこうサーモグラフィーとなんか合わさったような絵があるんですが、犬の部分だけなんかこう赤っぽく光っているのはなんとなくわかりますかね。まあ、犬っていう判断をするような、犬っていう判断をするところに、まあ、CNN がどこを見ていたかっていうのがなんとなくわかるようになってきたよっていうところです。ただこれでも結構難しくてですね、なかなかこううまくいかないケースが結構多かったんですけど、
今回実装したのがこの方法で、グラッドキャムって呼ばれている方法です。で、グラッドキャムって呼ばれているものは、結局かなり難しそうだな。構造を見るとなんかもう、しっちゃかめっちゃかなと思うんですけど、とても、実装した時にはとても難しくはなくてですね、出力したラベルに対して、まあ、グローバルプーリング、まあ、右下の部分、グローバルアベレージプーリングってのを使って、で、そこでウェイトっていうのを取り出して、で、最後にレルって呼ばれているものをかけて、最後に戻すだけと。とても簡単でしょっていう話なんですけど、結構、聞いた人にはポカンってなっちゃうので、まあ、簡単に言うと、結果だけ見せます。で、結果だけ見せていくと、実装自体は20行くらいで終わっちゃうので、そんな大したもんじゃないです。で、これで実装した後の証拠がある程度見れるので、あ、これ使えるじゃんって思ったら使ってくださいっていうふうな感じです。グラッドキャムっていうのをテンサルフローで、まあ、実装してみると、結局のところ、まあ、上側で基本的にはコンボリューションレイを用意して、で、ワンホットベクトルっていうのは、まあ、最終的な出力のラベルですね。答えを用意して、で、ロスって呼ばれてるものを用意して、で、ダイバージェンスを作って、で、まあ、普通に、そのままグローバルアベレージプーリングって呼ばれてる計算をしていくだけなんですけど、別に何も難しくないです。多分、チュートリアルのコードを読んでくれれば、まあ、TensorFlow の 1.0 以降のバージョンのチュートリアルを読めれば書けるような形なので、結構手軽に実装できると。でしかも、最終的に重みの平均出してレールを通して3チャンネルにして返すだけっていうような形なので、とても結構手軽に試せるような形です。まあ、Git で公開してしまえば、実際 TensorFlow でも公開してる人もいるので、そんなになんか、僕がわざわざ公開する必要がないのかもしれないんですけど、とても簡単に実装ができるというところです。で、これを使った結果だけ見せると、こういうふうな形になります。例えば、他なんかこの左側のイタチの画像みたいなやつを入れて、で、イタチのどこを見てたのっていうことを、さっきの、まあ、この実装したこの結果に通して、で、リターンさせてもらうと、イタチのこの顔の部分に、まあ、なんかよくモヤモヤが出てくると。ってことは、この、今回作った CNN って呼ばれてるもの、まあ、僕の作ったモデルは、イタチっていうものを判断するために使った部分があの辺だっていうことがわかるっていうふうな感じです。他にもあって、今回ね、これで、ちょっと見にくいんですけど、綺麗に分かれたんです、このおかげで。まあ、これは論文の図なんですけど、上側も下側も同じ写真です、真ん中は。ただし、下側の方が今回使った方の結果で、例えば、キャットっていうのを見てくれっていうのが左下なんですけど、左下のキャットを見てくれっていうと、左下の部分のその猫の下側だけなんか残るようになってて、で、ドッグっていう、ドッグを見てくれっていうと、どこを見るように右の写真の方なんですが、まあ、犬がちゃんと残るような形が取れると。なのでラベルに対応して CNN がどこを見てるかっていうのが結構きれいに分かれるような結果を出せたっていうところが、まあ、今回論文の成果らしいです。で、結果です。グラドキャムを使ってですね、僕の写真がなんで ATM だったのかっていうのを調べてみました。そしたらですね、僕の顔なんか一切見てなくて、で、僕の横にある窓がなんかどうやら ATM っぽく映ってるらしいということがよく分かったみたいなんですね。で、これで一安心したのは僕は ATM じゃなかったってことなんですよ。結局のところ、このグラッドキャムと呼ばれているもの、多分アルゴリズムなかなか説明しちゃうとすごく面倒くさいし大変だと思うんですけど、その結構簡単で、CNN って呼ばれているもので、なんかこう結果が出てきたら、その結果がなんでって呼ばれているものを、その画像中の場所として見ることができるっていう風なシステムになってきているので、これ手軽に試せるようになると、なんか例えばなんですけど、医療画像で、がんかがんじゃないかみたいな写真見せて、がんですって判断されたときに、じゃあなんでがんなのって言われたら、場所聞かれただけで見えますから、まあ、この辺ががんっぽいか、がんの画像だから、まあ、がんの画像として判断したよっていう風なネットワークの応答が見れるっていう風な意味では、結構大きいイノベーションなんじゃないかなと思ってます。ということで、まあ、大まかに言うと、その今回、僕、単純に自分の画像が ATM ってなってるのが気に入らなかったから、どうして ATM っていう出力をしたのかって呼ばれているために、それを調べるための方法を結構論文として調べていって、で、行き着いたのが、まあ、さっきのグラッドキャムって呼ばれている方法でしたと。で、参考にした実装がもうあるので、後でまあスライドも公開すると思いますし、まあ、ここの、そのグラッドキャムテンソルフローって呼ばれているレポジトリもできてるらしいので、
まあ、それを使ってもらったらすぐ実装できると思います。で、まあ、これはどうでもいい話かもしれないですけど、よくあるのが、これなんかアメリカの昔ペンタゴンかなんかやった例って言われてて、左側にはまあ、森の中に戦車がいない状態で、右側には森の中に戦車が隠れてるみたいな写真なんですけど、なんかこれ80年代にこれを100枚ずつ合わせて、なんかデータセットを作って、でニューラルネットを作ったらなんか戦車がいる画像を 100% 当てることができたみたいな。だからこの画像を出したら戦車がいるかいないかを 100% 分けることができるみたいなことをなんか学者が発表したらしいというふう なんかちょっと有名な話がありました。ただデータって呼ばれているものの、特になんかこう発表の後に気づいたのが、まあ、それはたった一人の質問で気づいたんですけど、戦車のある画像は全部曇りの日で、戦車のない画像は全部晴れの日ではないかということを言っていて、で、そのアメリカの何て言うんですかね、研究者が頑張ってやったことっていうのは、戦車がいるかいないかじゃなくて、晴れてるか曇ってるかを判断する識別を作っていたっていう、まあ、なんかこう有名な話があるんですね。で、この疑問が何で起きたかっていうと、中で 何をしてるかわからないから判別ができたできないって言ってるだけで、まあ、研究として成果を出してしまったっていうことになると。で、僕のなんかこう、今回説明したグラントキャムって呼ばれているものを使ってみると、結局どこを見てるからこういう判断をしたっていうことになってくるので、まあなんかその判断の証拠にもなってくるでしょうというふうな考え方ができると。なので今後結構その注目すべき技術なんじゃないかなと思ってます。2016年ってなんかアテンションの年とかって言われてたんですけど、僕は2017年って何かなって言われると、じゃあニューラルネットワークがそもそも何を見てるのとか、何を基準に判断してるのみたいなのがある程度明らかになってくるような、まあ、予兆もあるのかなっていう気はしてます。あくまで予想です、それは。ということで、まあ、なんかいろいろテンソルフローは今回ちょっと使ってみたぐらいなんですけど、多分技術として絶対使えそうだなと思ってるグラッドキャンをちょっと紹介しました。で、テンソルフローを使ってみた感想としては、すいません、僕はいつも知恵から始まるあっちを使ってるんですけどさほど使用感は大きく変わらないかなみたいな感じなんですが、ぶっちゃけと Git の公開数とかで便利さで全然上かなみたいな気はします。なぜかというと Git でなんかこう実装されてるのを見ると、わざわざテンソルフローから知恵の書くつく方に書き換えなきゃいけないっていうのはなんかちょっとね面倒くさいところもあるので、まあ直接すぐテンソルフロー使っちゃえばいいじゃんって言われてその通りなんですけど、まあ、なかなか作ってみて面白かったかなと思ってます。ということで、まあ、僕の発表は以上なんですけど、はい、まあ、タスクに関して、なんでこのタスクができるのかっていうのが、徐々に晴れていくような形ができていくっていうのが、これからのディープラーニングでできてくると、さっきの医療画像診断みたいな方法に関しても、証拠としてなんかここを見てるみたいなのが出てくれば、信用度が上がってくるかなと。まあ、その人に寄り添うようなアプリケーションを作る上では、こういう手法って重要なんじゃないかなと。思っているので紹介をさせていただきました。ちょっと分かりにくいところ多かったと思うので申し訳ないんですけど、以上で発表終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次は松岡さん、うちから始まるやつなんですかね。ちょっと思い出せないです。思い出せないですね。どんなライブラリーだろう。恥ずかしいことですよね。名前が長いみたいな。あ、そうですね。忘れちゃった。はい。あ、つきました。よかったです。はい、すみません。ちょっと。次も多分全能アーキテクチャ系なんで、地から始まるぜ。可能性は非常に高いですけど。じゃあ、松岡さんよろしくお願いします。じゃあ、拍手でお願いします。法政大学の松岡です。今日は深層学習フレームワークと分散陳列処理の比較について話していきたいと思います。まず、はい、で僕なんです。松岡今って言います。で僕法政大学の今修士1年にちょうどなったところで、ちょっと2週間前まで学部生をやっていて、で研究を始めたあたり でその研究をしているのが法政大学のイアトミ研究室というところ で最終的にはその今の人工知能が抱えている問題点を何かしらその画像処理とか深層学習を使って何か解決できたらいいなと思って、それに関わる研究をしています。そしてその一つその、まあ、大学
以外でも活動しているのが、先ほど発表してくださった芦原さんと同じ全土アーキテクチャ若手の会っていうところに所属して副代表として活動しています。僕はそこまで学術的なところにあまり興味がなくて、僕たちの世代っていうのが人工知能が発展していくと同時に僕たちも成長していく、同じように成長していく世代なので、この今皆さんが集まってくださっているように情報に興味がある方以外でも、これから一緒に世の中が変わっていく人たちと一緒に議論をして、世の中の AI についての在り方とかを議論していきたいなというところで、そのアイディアソンといったところを企画してやっています。そして、この IFT 自体は学生という立場であまりやったことがなくて、1年ぶりぐらいに寝るというので、ちょっとまたよろしくお願いしますということで自己紹介を終えます。で、そうですね、最初からも知のつくものが出ちゃったんですけど、僕は今研究で知がつくチェイナーを使っている。で、今日発表、じゃあチェイナーを使ってやりますって言ったら、なんでここでこうやるんだ、みんなこんなポカーンってした顔でこうちょっと話がついていけない人がいると思うんでですね、今回はそうですね、分散、このチェイナーっていうところを消して、いろんな GPU を使って、いろんなフレームワークを使って、その GPU 並列分散処理っていうのがどう変わってくるのかっていうところを比較していきたいと思います。ちなみにこれは、シリコンバレーデータサイエンス LLC っていわれるその企業が、このいろいろなフレームワークを比較しているものになります。で、この縦軸が、列が、いわゆるこういう視点で見たらこういうところがいいよとかって比較していて、TensorFlow も、チュートリアルとかすごい情報が揃っているのがいいっていうふうにあって、書いてありました。で、じゃあ逆に他のフレームは他の人はどういうふうに判断しているのかと思うと、これはケラスの発生した開発者の方が毎月公開しているものなんですけど、このテンソルフローがすごい人気で、それでこのようにこんな感じで今にスターの数が新しくついてますよということで注目しています。で、人はなんでツイッターじゃない、間違えた、テンソルフローを使うのか、そこが疑問でしょうがないです。僕はいつもチェイナーしか使ってないんですけど、それでみんないろいろそれぞれ好きなものがあると思うんですけど、今回いろんな複数のフレームワークの比較をしてみた上で、なんで自分がよくなんていうか、ひいきにしてるフレームワークがあるのかっていったところを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思って話していきます。今日話していく内容は、単純にこんな感じになります。まず今回実験に使っていったフレームワークといったところがどういうものかというのを簡単に説明した上で、そのフレームワークで実際に実装してみて、どうやって結果が変わってくるのかといったあたりを話していきたいと思います。そうですね、テンソフローなんですけど、僕もその知がつくものばかりやっているわけではなくて、もともと結構長く関わりがありました。で、そのテンソフローが初めてなのが2015年の11月の半ばだったと思うんですけど、その後、なぜかちょっと興味を持って、例のいわゆる皆さんがよくやるチュートリアルを写経してやっていました。そしてその後、大学の授業でなんですけど、何か好きなアルゴリズムで好きなものやってみろって言われたんで、じゃあちょっと女の子の可愛さの定量化とかやってみたら面白いんじゃないかなと思ってやっていたり、そしてその後2月の10日にこのテンソフロー勉強会、ここでちょうど行われた勉強会なんですけど、ここに参加していたり、そしてその後この準備の途中テンソフローを使ってみて洗礼を受けてちょっと心が痛んだりとかして、そして今に至るって感じで結構関わってきました。もうちょっと詳しく見ていくと、その皆さんが使っているのはこういうチュートリアルとクリスマス、そして年末を使っていつもデートをして、全然プログラムなんか書いたことがなかったので、苦しみながらもこの辺をやっていきました。そして次にやったのが、そのチュートリアルで勉強したその CNN の実装方法に比べて、じゃあ理論が全然分かっていなかったので、その青い本、僕は青い本で買って読んでるんですけど、そのプロフェッショナルシリーズの本を読んだりして、ちゃんとアルゴリズムを理解した上で、Google 検索で適当に集めた女性の顔画像に主観で1から100点つけてきました。で、これがすごい作業で、ちなみに男の男性の顔も3000枚ぐらいあったんですけど、男性の顔3000枚をこうやろうと見つめようっていうのはすごいちょっと辛いタスクだったので、ちょっと女性の方がいいかなということでやっていったんですけど、3000枚もつけていくと、さっきつけた顔、さっき見た顔って何点だったっけって言ったのに、データセットを作るときに偏りが出てしまうといった問題点があります。データセットを作るコストっていうのもその辺をどうにかこう統計的にうまくできないかってことで今実際に大学で研究をそれにしているんですけど、その辺をやっていたり、そしていろいろ比較していったところは、TensorFlow も難しいなと、この学部生にしてちょっとレベルが高かったなと個人的には思って洗礼を受けてました。で、そうですね、でその後はこの TensorFlow 勉強会にも参加して、まさかこっちに僕が立つと思っていなくて、すごいなんか嬉しいな、他でこの1年後じゃ誰か次立つのかなと思って、なんか他の学生の人も立ってくださるとすごい面白いなと思います。で、そうですね。で、その後なんですけど、つい1ヶ月ぐらい前なんですけど、テンソルフロー絶対使いたくないって言ってたんですけど、その上司が、絶対テンソルフローだ、絶対だって言って、やりたくなかったんですけど、やってみるとやっぱりその洗礼を受けて、もうどうしようもな
ック変化TensorFlowのケラスを使用して実装していくということで、今回発表するコードに関しても TensorFlowを実装するんじゃなくて TensorFlowをバックエンドにしたケラスの実装で Deutsche Bahn GPU をちょっと検証してみようかなということでやっていきます。そうですね、で GPU の並列処理については一番最初に網山さんですかねが説明してくださったものになります。しかしあれは TensorFlow 自体はこの今説明した内容と少し違っていて、その平均値、例えばその100枚ずつ そのバッチって言われるものの平均値をとって、確実に最もらしい方向に多分勾配を下げていくっていう方向で実装されてたと思うんですけど、チェイナーとかその僕が今回発表するものに関しては、その例えば100枚ずつ処理していくものを それぞれの GPU ごとに割り算をして分けていって、でその誤差を計算それぞれします。で絞った誤差をまとめて一つの GPU に戻して、一気にガツッと更新、パラメータを更新して学習をしていくっていうふうに、こういうふうにしていくことで、その一番です。例えばネットワークがすごい大きかったとしても、そのあまり高くない GPU を並列化することでも、そのバッチサイズを大きく、基準的バッチサイズを大きくして、うまく学習を進めていくことが可能であるので、こういうところに並列処理の、実装のメリットがあるんじゃないかなと思います。で実験環境なんですけど、一昨日ちょうどその公開されていた桜インターネットの効果力が、そのタイタン4枚を1時間300円以下で使えるぞっていうことで、それやるしかないなっていうことでちょっと使ってみたり、そして手元にタイタン その1つ前の世代のタイタンが2枚あるので、それを使って実験してきました。で Ubuntu の 14.04 が一部のパドルっていうバイドゥが使っているそのフレームワークだと 16.06 を私対応してなかったので、そのサインインストールしてまで実装していくっていうことをやりました。でアナコンダもその最初 3.6 は対応してないのが一部ライブラリであるので落として1つ前に 3.4 で実装しています。でクーダも 3.6 をチーナは対応しているんですけど、一部対応してないのがあったのでちょっと下げてやっています。そうですね、それなんですけど、ただ桜インターネット実はすごい便利なんですけど、一つちょっと落とし穴があって、僕はそのインスタンス作ったそのクラウドのインスタンスを停止すればOK なのかなと思ったら、実際その一旦マシンを作ったらちゃんと削除しないとずっと永続的に課金されてしまうっていう点があったので、ちょっとこれはじゃあその今日までの2日間3日間つけてたらもう小遣いじゃ とてもじゃないけど足りないぐらい1万円ぐらいかかってしまうので、じゃあちょっとこの辺はやめて手元にあるちょっと古いやつですけどタイタンやっていこうかなってことでやっていきます。でもすごいですよね、こう NVIDIA SMI コマンドですとタイタン4万って出てくるので、しかもそう自己主張が書いてパスカルってこう書いてあるんですけど書いてるんですけど、この辺もなんかすごい憧れだなので、でもその式クラウドを使った GPU の処理のクラウドが下がってきたかなと思います。で、そうですね、フレームワークのバージョンはこんな感じで、この辺のバージョンを使ってやっています。で、使用したデータセットはサイファー10といわれる10クラスのデータセットで、適当に今、ランダムに上げたピックアップしたんですけど、こういうデータで 28×28 サイズのカラー画像で構成されるデータセットを使用しています。で使用した CNN のモデルはいわゆる結構チュートリアルとかにはレズネットとかアレックスネットとか VGC とかは結構上がってて、なんか最初から自分ちょっと実装して、難易度は一緒なんですけど、ちょっとオリジナルネットワークちょっとこういうの好きだからなと思って、2014年のオールコンベンショナルネットっていわれるその CNN のポリ CNN の畳み込みとポーリングと連結合で基本的にできてると思うんですけど、その辺を、多分初めてその CNN の畳み込みでストライドが2倍のその畳み込みそうでプリングを置き換えたりとか、先ほど芦原さんが喋ってくださったようにグローバルフィニッシュプリングを使って全結合のあたりを基地的に置き換えたりとか、その辺をした論文になって思い入れがあるので使用しました。あとあまりその大きくないので学習コストもそんなに高くないということで使用しています。でパラメーターはそのどのフレームワークでもこの辺でバスサイズでボック10で、あとアダムを使って学習させていっています。でそうですね、で軽くその これからフレームワークについて軽く話していきます。ではこれもすごいなんかお子ちゃまみたいな感想が述べられてるんですけど、チェンダーっていうのがすごい僕いつも使ってるんですけど、そのなんか自分が触るべきところがすごい少なくて、それでそのここに集中して書きたい。例えばアドバーサリートレーニングって言われて、先ほどアドバーサリーエグサンプルっていうのがパンダの画像なのにちょっとノイズ、それ変なノイズを加えるとパンダじゃなくなってしまうといった、ああいうちょっと特殊なネットワークもこのままチェンダーだと僕は結構書きやすかったので、この辺あとトリプレットネットワークっていうモデルとかもちょっと変な形が変わったものなんですけど、実装しやすかったので使って、この辺がチェイナーのいいところかなと個人的には思ってます。あと情報もまとまって公式に上がってるので、その辺もいいかなと思います。インストールもすごい簡単で、そして分散処理もそのスタンダードアップデータといわれるそのメソッドクラスがあるんですけど、それをパラレルって置き換えてちょっといじるだけで、その複数の1台のノードだったら複数の GPU を簡単に変えていけるので、すごい簡単だなと思って、便利だなと思ってやっ
っています。そしてチェイナ 2.0 でなんか大幅に変わる、変わったんですけど、ちょっと調べてないんですけど、変わる感じなので、その辺でも複数ノードも対応するようになって どうなるんだろうなと思って、すごい期待をしています。で次、ケラスなんですけど、ケラスの僕はすごい好きです。ケラス、今回はそのテンソロが挫折してしまったので、今回、ワラッパーとして使ってます。で、エグザンプルもすごい公式が豊富で、あとリファレンスもすごいしっかりと日本語で、あと英語と日本語両方書かれてるので、すごい使いやすいなと思います。で、テンソロフローの一つのメリットであると、その分散処理の恩恵を、まあ、そのすごい、まあ、個人的には書きやすい形で、その恩恵を受け入れられるっていうところら辺が、まあ、すごいメリットなのかなと思います。で、インストールもすごい簡単。ただ、まあ、分散処理は専門のものがないので、まあ、少し自分で書いてあげる必要があります。で、MXNET も今回は使いました。これ多分 Amazon が多分メインで開発しているんですけど、モダンで、どちら、チェイナーと、例えば、あと、なんだろう、チェイナーとケラスで比べると、どちらかというとケラスに似ているような書き方だったと思うんですけど、すごい簡単で、あと、一番すごい、このフレームワークがあっても GPL 並列がすごい簡単ということで、実際にそのエグザンプルとか見てもすごい簡単に書いたり、ちょっと変えるだけで、複数の音でもすごい簡単に書けるので、その辺もすごいいいフレームワークでした。で複数の試験語で対応しているのが新しいから、特に R でディープラーニングを使えるあたりがすごいこうメリットがあるのかなと思います。インストールは少し、インストールはちょっと2つあって、PIP でも簡単に入るんですけど、PIP だと最新のやつが入らないので、そうすることがちゃんとインストールしていった方がいいかなというのは実装している中で思いました。で、CUDA、CDNL も 6.0 の対応してないので、チェイナーが対応してるからとかって使うと全然使えないとかがあるので、注意していくといいと思います。そしてあと CMTK、ここちょっとここ、時間内実装はできないんですけど、これもその、なんていうんだろう、スケーラビリティ、いわゆるその複数 GPU を使った処理ではすごい効率がいいということで挙げられていたので、今回、この辺少し下にリファレンスが出てるんですけど、この辺を見て実装していくと、並列処理をやりたい方はいいライブラリだと思うので使ってみてください。そしてあとパドルっていうのがついこの間出たと思うんですけど、この辺もこの並列処理っていったところは重きを置いているみたいです。しかしまあ Python にとか Ubuntu の 14.0 しか動かないといった点も確か挙げられているので、この辺もこれが使っていくればちょっと問題点なのかなと思いつつ、でもモダンでコードを書きやすいものでした。で、まあこんな感じでこの5つ、まあ実際もっと実装したのは、完全に結果が出たのはちょっと少ないんですけど、この辺を使ってその実験を行ってきました。で、そうですね、1万アップデート、そのバッチサイズ100の画像を1万アップデートした時の学習時間を比較していました。で、左から順にチェイナー、MXNET、ケラスってあるんですけど、で、アンダーバーして G1 っていうのが GPU1 個、で、G2 っていうのが GPU2 個でやった場合になります。で、縦軸が経過時間になります。で、そうですね、で、左から見ていくと、チェイナーは、その僕の手元の環境だと、並列が2枚並列した時の方が倍遅くない、倍の遅さになりました。という結果が出ました。まあ、これ何度もやっているピンチなんで、まあ、これは僕の実装が悪いかもしれないんですけど、まあ、倍になりました。で、次、MXNET、その並列が売りだという MXNET は、その、まあ、割合で言うと、その1枚やれば2枚の方が、まあ、0.7 倍ぐらいの、その速度、あ、違う、0.7 倍ぐらいの時間で達成できる、学習が終わるということがあります。同じように、まあ、ケラスに関しては、その、今回ちょっと、手元のマシンではその同じバージョンだったんです。なぜかプログラムが走らないっていう、なぜか分からない原因があったので、こちらのみそのパスカル、クラウド上の GPU インスタンスを使ってやったんですけど、こちらも大体そう並列した時の方が 0.3割ぐらいは速くなっているかということが挙げられると思います。で、この結果に関して、そのチェイナーがあまりにもこのなぜか倍になるってかわいそうだなと思ったので、まあ、同じソースコードを使って今度他のマシンで実行しました。先ほどはその結構新しいその何ですかね、インフラを使ってやったんですけど、今回使ったこの実験で使ったマシンは980という一世代前のマシンで、CDNA も古いものを使ってやったんですけど、今回の場合はそのうまく GPU を2枚使っていく方がそのそうですね、4割ぐらい速い速度っていうんですかね、で達成していたので、まあ、なぜかその同じソースコードなんですけど、そのまあなぜかその分散の恩恵を受けれる場合と受けれない場合があったということが挙げられます。この辺は何か詳しい人がいたら後で、この深海が次多分30分あると思うので教えてください。で、そうですね。で、この辺をまとめていくと、まあ、こういう感じで比較表が先ほど2つ挙げてたと思うんですけど、僕が言うとしたらこんな感じかなと思います。で、まあ、テンソロフローを一番最初に話すと、テンソロフローは確かに、芦原さんが言った通り、大体自分が欲しいモデル、ネットワークモデルとか、あとその論文を探すと大体それがヒットするので、それそのまま使っていくっていうのがやっぱすごいメリットだなと思います。
で、まあ、次チェイナーで言うと、チェイナーは、まあ、多分この自分のバイアスがすごいかかっていると思うんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、自分にとって一番いいかなと思いました。すいません、すいません、こんなこと言うのもあれですけど。で、あとケラスも僕はすごい好きです。で、ケラスもその、ちょっと個人的に点数がどうしてもちょっと気分が気が合わないまあ、この辺りを使っていくとも最高の相棒になるんじゃないかなというのは思います。MX ネットもすごい書きやすいんですけど、まあ、その分ネットだと情報がちょっと手に入りづらいというのが調べて思いました。あと下2つも今、まあ、あまりそうです、日本、特に日本だとその浸透してないせいか情報が全然なく。で、まあ、書きやすさも、まあ、他の上のやつ、自分のひいきのやつを使っていいんじゃないかなということで考えていきました。まあ、そういう感じで、まあ、まとめに入るんですけど、まあ、僕の中ではその MX ネットあたりがこう初めて触ったんですけど、いいライブラリだなと思いました。で、まあ、今回その点数を僕全然あんまりやってこなかったので、この次の懇親会を通して皆さんからこの点数フローを好きになってくださる、僕が好きになるようなことをこうすごいこう熱意を持ってくださると、僕もこちらそちら側に行きますので、よろしくお願いしますということで、以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ではですね、懇親会をお渡しさせていただきますが、ピザをご用意していまして、ピザはですね、これからテーブル1枚ずつお渡ししますので、それを使って食べていただければと思います。ドリンクはですね、あちらの奥とこちらにですね、ビール と、ソフトドリンクを用意していますので、セールスで、お取りいただければと思います。また、ピザに必要なお手拭きとかそういったものもお配りしますので、少々お待ちいただければと思います。お時間は大体35分ぐらい。35分ぐらい。じゃあ適宜ピザ配られたりドリンクを取ったら懇親タイム始めていただければと思います。で大体ピザを席に置くんで皆さんこうとどまって喋らなくなるんですけど、懇親タイムなんでこうわさわさしていただいて全然構いませんので、はい、じゃあ大体35分ぐらいにお手洗いとか済ませてまた戻っていただければと思います。お皿とナプキンですね、ドリンクとの用紙を置いてありますので、そちらもセルフでお願いいたします。
イベント立てるメールしてませんでした。ええ、どうですどうですどうです。カズさんどこですか。カズさん今日いない。そうでしょうか。それじゃあ、後半の、新村さんの発表に移りたいと思います。じゃあ、新村さんよろしくお願いいたします。夜遅くまでのご期待でありがとうございます。私の発表を始めさせていただこうと思います。時間もないんで、もう自己紹介いいですね。別に誰でもいいですね、僕は。で、最初に断っておくんですけど、このタイトルにあった通り、今日の僕のタイトルは、TensorFlow を用いた様々なアーベレルの実装に、2です、2。この TensorFlow のユーザーグループに多分、結構の方来てくださってますけど、全部出席してるよっていう方もいると思います。多分、その人に聞いたら分かると思いますけど、これの1なんていう発表はなかったと。言うと思います。そうです。これ TensorFlow の用いた RNN の実装2っていうのは、TensorFlow ユーザーグループでは初めてやります。で、第1回目なんですけど、2があるってことは1があるわけですよ。いきなり2から始める人いませんよね。これ、TensorFlow 勉強会、ちょっと TFUGG ではないって書いてありますけど、ちょっと前に TFUGG できてから、結局合流して、一緒にやってこようということになったんですけど、それを記念すべき最後の TensorFlow 勉強会で発表だで、なんかその時まだ終わるとは思ってなかったので、その1っていうふうにタイトルつけちゃって終わっちゃったんで、で結構スライドシェアとかに残っちゃってるんですよ、僕が1をやったと。で、多分いないと思いますけど、なんか2待ってるんだけどって人がいたらどうかなっていうのと、1のまま1ってつけちゃってるじゃないですか。1つけないまま終わってたらよかったんですよ。1ってつけといて、2回目やんなかったら、なんか漫画の打ち切りみたいで、かっこ悪いなというのがありまして、ちょっととりあえず今日は2回目をやろうかなと思っています。で、もともとこの TensorFlow における RNN の実装の、話をしようと思った理由っていうのは、実は TensorFlow で RNN 普通にやろうと思ったら、やったことある人分かると思うんですけど、めちゃくちゃ苦労するんですよ。今日の流行りで言うと、絶対にチェとかが作るライブラリーとかで作った場合、全然多分簡単に作れるものがものすごい慣れっこと書かなきゃいけないんだっていうようなコードを書かなきゃいけないです。で、チュートリアルは、チュートリアルになってませんよね。やったことある人は分かると思うんですけど、ほとんどがそのデータセットをこういじってから、ニューラルネットワークに突っ込むための、コードになってて、いつになったら RNN が始まるんだと。で、RNN 出てくるのはほんの一部というような、非常に、結構めんどくさい構成になっているんで、それならば俺がチュートリアルになってやると。
いうことで始めたのが、このテンスルフローの、あれです。アーベネンジストの1回目になります。そして、まあ、一応アーベネン、まあ、言ってもなんか今日テック寄りのイベントがなんか言われてるんで、なんかテンスルフローユーザーグループってなんか偶数外奇数外でテクノロジー寄りなのか、ビジネス寄りなのか分かれてるらしいんですけど、まあ、多分 RNN 多分知ってる人いると、まあ、ほとんどだと思うんですけど、まあ、一応説明しておくと、普通の、ニューラルネットワークだと、時系列情報、例えばその文字というか単語ですね、こういう、日本語が入ってきたらこの英語に翻訳するよみたいな、これの次にこれが来たよっていうのを扱うのが難しかったらしいんですよね。最近だと畳み込みニューラルネットワーク使ってからそこを指摘するっていう方法も出たりしてるんですけど、まあ、それを解決した結構画期的な方法とかで、まあ皆さんご存知の通り最近Google 翻訳がものすごい進化を果たしていろいろと僕も助かっているんですけど、そういうところとかでも使われている技術になります。で、前回話した内容とかなんですけど、まあ、TensorFlow で RNN を使う際っていうのは、まあ、主に2つの要素を押さえておいてほしいよと。1つが、各その時間ステップですね。この中でいうとこの入力位置、中間層位置、出力位置で、なんかその中間状態を向こうに流すっていうの、その1、時間ステップでの、行動を定義する RNN セルですね、っていうものの、挙動をうまく理解することと、それ RNN セル自体は1ステップだけでの挙動しか記述してくれないんで、それら全部面倒見る、時間ステップごとに展開して、じゃあ例えばその48ステップとか24ステップ、時間帳をこうやって全部その回して、その出力っていうのを管理してくれる TF.RNN みたいな、ものっていう、その2つの、ものを押さえて、いく必要があるよという話を前回お話しして、でいくつかのその RNN っていくつかあるんですけど、こういうふうに。で、そのうちの、many to one っていうやつと many to many ですかね、この2つの実装の話を前回していました。まあ、これは、まあ、そんな難しくないんで、スライドシェアが転がってるんで、僕が書いたやつですけど転がったりしてるんで、全然見ていただいて大丈夫です。で、今回しようと思ってた話、まあ、するんですけど、話は、まあ、これですね、many to manyなんですけど、俗に言うシーケンス to シーケンスモデルってやつです。翻訳とかでも使われてますね。翻訳とかだと、まあ、このケースで言うと、日本語がこう、トコトコトコと、私は犬ですっていう、まあ、犬じゃないですけど、私はボブですみたいなのが来たら、まあ、I am ボブと翻訳してくれたり、I am ボブが入ってきたら、私はボブですと翻訳してくれたりっていうようなものですね。で、まあ、結構これ、いろいろ未来を予測するとかいうのに使われます。で、ちょっとこっちの実装っていうのが、ちょっと実は、TensorFlow でやると、ややこしいことになったので、前回は基本的なこれと、これをやって、まあ、今回これやろうかなって思っていたんです。でもですね、この前 TF1.1、まあ、この前って言っても、まあ、何ヶ月前ですけど、TensorFlow やっと 1.0 メジャーバージョンアップしてから、安定度をするようになりましたと。で、まあ、その前結構苦労した方もいると思うんですけど、TensorFlow の 1.0 になる直前っていうのは、そのなかなかそのね、R1.2、0.12 でしたっけ、1.1 でしたっけ、まあ、そのあたりって結構その動きが激しくて、かなり安定動作が安定しなかったようです。なんかでしかも移行しなきゃいけなかったりして難しかったよって人がいると思うんです。その時まあ、僕、まあ、TensorFlow の、 その普通の TF.NN.RNN とか、まあ、これですね、ここら辺の RNN セルですか、これっていうのがなんかいきなり消えちゃってアクセスできなくなったよっていう話をしたんですよ。本当に消えてました。で、まあ、ここから話すのは TensorFlow 1.0 になってからの大きな変更点っていうのを RNN ですね、RNN 関連に関してはお話ししようと思うんですけど、まず一つ、普通畳み込みニューラルネットワークしかり、まあ、各種ハッカ関数しかりですけど、 TF.NN.COM2D だったり DEV だったりっていうところに入ってますよね。で、この RNN 関係のメソッドっていうのが軒並み TF.NN っていうところから TF.Contrib っていうところに引っ越ししています。で、Contrib って何かっていうと、まだ開発中ですよ。で、まだまだ全然いつ変わっても文句言うなよって、で、一部消すぞっていうようなところです。で、TensorFlow やっぱ 1.0 になってから安定動作するようになったとか、まあ、なんかその正式にサポートするよっていう風になったんですけど、まあ、結構危ないメソッドとかまだちょっと修正すべきものっていうのは結構
片端からコントリビューに突っ込まれてるんですね。で、まあ、その tf.nn.rnn セルっていう時間ステップですね、これを制御するメソッドっていうのは片っ端からコントリビューに行ってます。すなわち RNN を組む際に、正式なメソッドを使ってから RNN を構築することはできません。一応tf.nn のパッケージ内にもいるんですよ、 RNN セルっていうのが。でもそれは、仮実装するために一応外部からアクセスするなよみたいな感じの最初からアンダースコアが入ってるやつですね、形で残ってるっていう感じです。でもう一個なんですけど、なんかロー RNN って言われてたんですよ。まあ、これ前からあったのかもしれないですけど、だけどこれ tf.nn とロー RNN だから、まあこれ使えばいいのかなって思ったんですけど、まあ見ての通りザメソドエと何イズスティール、インテスティングとかで、アンドザイピアミーチェンジだから、まあ全然変わるよと。じゃあ、まあ、これもコントリビューに突っ込めるっていう話なんですけど、まあ、いましたと。で、ありましたよね、なんか TensorFlow フローのチュートリアルで翻訳やりますよだとかっていうやつが、英語とフランス語でしたっけ。まあ、TensorFlow フロー勉強会とかで僕もこれをいじってから海外エンジン作りましたよっていう懐かしい思い出があるんですけど、これなんかコントリブドットレガシー、あ、すみません、レガシーになってますけど、レガシーです。レガシーです。レガシーシーケンスっていう形になっちゃって、非推奨になってました。もう消えます。悲しいですね。でも代わりになんですけど、コントリブドットシーケンスとシーケンスっていうのが別で開発中なんで、まあ、こいつが多分メインストリームになってくると思います。ただなんですけど、これ前回お話ししたんですけれど、この RNN をある程度制御するため の, 全体制御ですね、するメソッドで、RNN とダイナミック RNN があります。この2種類が主にありますって話をしたんですよ。で、そのうち RNN はコントリビューに移しちゃったんですけど、ダイナミック RNN は普通にニューラルデータの tf.nn の, パッケージ内に生きてましたというところなんですけど、思うになんですけど、まあ、その Git の異臭だとかを追ったりしてて、ちなみに、まあ、結構TensorFlow とか結構ドキュメント適当だったりするんで、ドキュメント書いてることがそもそもとして言ったら404書いてきたりってあるんですけど、まあ、それなんか一周に出てて、あ、すいません忘れてたっていうふうになんか返されてるんですけど、で今結局コントリブに行っちゃったけど何が起こってるのかなって言って、そっちの中っていうのを開発中のものを見てみました。で、既存のものとプラスアルファでまあいろいろこうなんか増えてるんですよ。実はここよりちょっとずつしか増えてないように見えて、まあ、実はこのオフィスドットはどれだっけ、まあまあ、いや、これだ、あ、これだって、まあ、なんかいろいろあるんですけど、あ、特にこれだ、ops.rnn セルとか、新しくできてるやつなんですけど、ここら辺とか見てみると、今まで僕が見たことないような、なんかメソッドとかが結構たくさんあったりして、なんか結構パワーアップいろいろしてきて、書いてくるんじゃないかなと。で、一部なんかその、異臭の方とかで回答を見てると、なんか今ちょっといろいろ回収中なんで、なんかケラスのレイヤーであるじゃないですか、ケラスとか、それライフにして、なんかやるためにいろいろ実は、制限とか厳しくしたりしてて、おかげさまで多分 1.1 に上げた瞬間に既存ミスで動かなくなったっていうケースが結構あると思うんで、僕は 1.0 で止めてるんですけど、まあ、こいつらはまあ、RNN の根幹なす部分なんで、ある程度アップデートして、まあ、あと、まあ、メジャーバージョンアップするまでにはちゃんと返ってくるんだろうなっていうふうな、認識です。で、もう一つその消えてしまった RNN とか、あとそのシーケンスとシーケンスですね。で、こいつらって実はその中身を、まあ、僕はほぼ毎日中見てるんですけど、TensorFlow さんのなんかあれの中身を、まあ、実はどういうふうなループで回ってるかっていうのを解説すると、すっごいシンプルな回り方してるんですよね。で、tf.nn.rnn とかで、入力自体を、点数のリストで渡すんですよ。ダイナミック RNN は、バッチサイズかける、時間長かける入力長かの3回転数とかなんですけど、これってテンソルのリスト、時間長分のリストで渡してるんですよ。で、その渡ってきたリストをひたすらフォー分で回して計算して、その結果をアペンドしてで返してあげてる。だから返ってくる時も、アウトプットのステート、あ、ステートは違う、アウトプットというのもテンソルのリストになってると。まあ、結構これ使いやすいっちゃ安いんですけど、まあ、これで確かに計算グラフその構築が重くなったり、そもそもとしてそのモデル構築を僕らにフォームで書かせるって、まあ、レズネットとかだからともかくとして、結構その RNN で、その RNN そのものがちょっと制御してくれるべきなのに、僕らにフォームで書かせるって結構気持ち悪いじゃないですか。
ですか。っていうのところもあったりして、まあ多分ここら辺のリストを使ってフォームで回してるやつっていうのは消えていくんだろうなって思います。で、新しいそのシーケンス2シーケンスっていうか、まあ、あとその普通のダイナミック RNM とかを見てる、あ、これ新しいコントリックの中に出てきたシーケンス2シーケンスなんですけど、こいつらはまあセルとデコーダーファンクションっていって、このフォームを回すことなく、この実はこのフォー、このループファンクションっていうのをちゃんと定義してあげて、そいつを入れて入力も1個の転送ですね、時間軸までこういう転送1個を突っ込んで内部の転送フロー自体のワイルドループで回せっていう多分構造に持っていきたいのかなって思っています。で、まあ、その時に実はいろいろ出てくるんですけど、転送だけじゃなくて転送アレイっていうオブジェクトがいたりして、まあ、この中身とかを理解しなきゃいけなかったり、このループファンクションの今まあ、デコーダーファンクションってありますけど、こいつのサンプルとかもまあ出てるんですけど、正直言って分かりにくいです。何に書いてるか結構分かんないような、部分とかがあるので、まあ、ちょっとちゃんと見てみれば分かるんですけど、あまりにもこの冗長というか、何でもかんでもサポートするよっていう形にするためにこの形取ってるんだろうけど、逆になのでなんか不必要な部分を、実装しなきゃいけなかったり、そもそもしてコード見るのがめんどくさいっていうような状況に陥っている状況です。だってTensorFlow のコードを見たことある人分かると思うんですけど、結構な部分がその値チェックとかで埋まってて、なんかああなんだこれは何やってるんだって思って、結局ではいって思って、じゃあ何かって思ったら、もしこの場合だったらバリューエラー吐きますよって、あおいなんだよっていう話になったりするのは多分見たことは見た人は分かると思うんですけど、まあ、で結構そういうのがあって大変なんですよ。だから、まあ、今回僕 その普通のシーケンスとシーケンスの説明っていうのは Cura 手法を使って、まあ、実装するよという方法なんですけど、まあ、やっと本題で、まあ、今回ちゃんと解説するよって言ったら、もちろんほとんど時間もないですね。さっさとやります。まあ、シーケンス2シーケンスで、まあ、そのなんかの ABC にインプットが入ったら、まあ、その後ちゃんとだから I am Bob が入ったら私は Bob ですみたいなのを出力してくれて、かつちょっと普通の RNN と違うのは、 RNN だった場合ってただここの入力の値で全部自分で決めますよね最初に。でそうじゃなくて、例えばそのここで出てきたやつを次のニューインプットにする、でここでさらに出てきたやつを次のインプットにするっていう風な、結構その制御っていうのをやる必要があるものです。でまあ、訓練時とか正解データを最初から与えてあげて、でテスト時にはさすがにここを与えてもダメなんで、こっちの出力を出すっていうのはやったりしますけど、で今回作ったものっていうか、まあ、元々解説するつもりだったものっていうのは、まあ、各6時間分のセンサーデータですね。例えば、まあ、気温とか湿度とか日射量とかいろんなセンサーデータがあるんですけど、まあ、過去6時間分のセンサーデータ突っ込んだら未来6時間分のセンサーデータ全部予測してくれるよっていうような簡単なものです。で、このコードってこの前1月に農業 AI ハッカソンっていうのをやりまして、まあ、セラクさんと一緒に。で、実データ使って、その農家の、方々たちの、その、ダンボールハウスじゃなかった、ビニールハウスか、ダンボールハウスはちょっと違うんですね。ビニールハウスの中の、気温だとか湿度の予測するっていうハッカソンみたいなのを見ました。まあ、手法全然通らなかったんですけど、一応サンプルコードどうしようかなって思って、まあ愚直にシーケンス、シーケンス使って書いて GitHub に上がってます。だけどちょっとごめんなさい、残念なことにこのデータを使ってこの実装していいよって言ってたけど、このデータを配布していいよって言われてないので、GitHub のリポジトリにはデータがありません。すいません。まあだからちょっとコードを眺めながらということで。で、旧来手法とかを使うと、まあここに渡すデータっていうのは、ただの1個の転送じゃなくて転送のリストになります。なので入力を渡すときって転送フローで書くと結構ねコードが長くなっちゃうんですよ。こういうふうに普通にフォームの中で回しながらプレスフォルダを生成するんですけど、そいつをまあ、アドトゥコレクションみたいな感じで実際の、後から引っ張ってこれるような形、まあ、普通の配列でもいいんですけどね、どんどん量産してあげる必要があると。でアドトゥコレクションで、あるグラフに固定された配列に突っ込んだ後にゲットトゥーコレクションで取ってくるっていうようなちょっと結構ややこしいが長くなるだけなんですけど、そういう書き方をしなきゃいけません。なのでフィードディクトを大体こういうふうにプレースフォルダー作ってあげるとフィードディクトを作る必要があるので、その時も同じくフォームで回してきて、こういうふうに、このプレースフォルダーに何を突っ込むよっていう形の文章を、まあ普通のリストでもいいんですけど
必要があります。でモデル構築なんですけど、エンコーダー部分はすごい簡単です。もう普通にあのセルをあの定義してください。でこれはあの全部前は tf.nm. っていうところにあったけど、これ全部コントリブになってますよと。でただの RNN が実はそのこれですね、スタティック RNN が、まあ、静的 RNN っていう形になっているので、ここだけ注意してください。あと全部同じです。あの前回話した内容とかと同じです。でこれは全然難しくないです。でデコーダー部分なんですけど、セルの定義は簡単です。だから1時間ステップあたりですね。これはまあ、要するにコントリブに変わるだけだから書いてあげてください。ユニット数ぐらい指定してあげて、ピープホール使うかとか、まあ、やってあげてくださいということで、ここから書かなきゃいけないのか、ごめんなさい、もうほとんどないんで、パパッといきますけど、普通の RNN だと1ステップ前の出力っていうのは次の入力に使うようにできないんですよ。で、かつ、その、出力層の挙動ですね。っていうのをちゃんと共用語に使って書いてあげないといけないんで、こいつらをバッと実装していくにはっていうと、まあ、まずはバリアブルスコープ切ってあげますと。で、フォームで回しながら、これあれですね、重み共有するときにチュートリアルとかに出てくるリユースバリアブルですね、バリアブルスコープに対する、こいつをちゃんと行ってあげて、で、インプットに対して、まあ、要するにそのさっき話したように、ぐる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 フォーム回してから、アウトプットの中身とかに、どん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 その値をリストで突っ込んでいってあげるんです。そのセル の, これ、まあ、ループファンクションというのを書いてるんですけど、で、その、普通のインプットじゃなくて、インプットは前の重みだよって形にしてあげて、ループファンクションを回してあげる。で、そしてそのアウトプット、出力ですね。こいつをこのグローバルスコープっていうか、ここら辺にいるアウトプットさんにひたすらアペンドしてあげて、返してあげるっていうような、ものがあります。で、ループファンクションっていうのは、まあ、非常に簡単で、まあ、僕らはみんな書いてる通りに、重み作って、ウェイト作って、重みとバイアス使って、ただのまとまるですね、掛け算して、開けるっていうものです。ただ、これバリアブルスコープを切っていて、重みを、使います必要がありますので、まあ、ここは普通の TF ドットバリアブルじゃなくて、ゲットバリアブルになりますよっていうのを注意してくださいと。でもうちょっと過ぎちゃいましたね。まあ、誤差は、はい、コードを読んでください。すいません。で、まあ、回してみました。ということで、まあ、学習してるんじゃねえかっていうところで、まあ、ここからもう終わるんで、まあ、落ちはないんですけど、で、これ、おっしゃって、300ステップぐらいか、300ステップぐらいですかね、これね。ごめん、900ステップですね。ぐらいまでいったら、なんかいい感じで誤差下がっていくぜっていうのをやってたら、まあ、GPU 使って、なんかとんでもな、まあ、とんでもないもんないな、なんか、ある程度こう回したら、いきなりポーンと跳ねて、で、まあ、パラメータ結構適当に作ってたんで、まあ、こういうこともありますよね。まあ、別にこれはおまけなんで、実際にこういうコードを書く必要がございますよっていうところが分かっていただければよかったなと思いますんで、どうしても時間も過ぎてるんで、おしまいにさせていただきます。ありがとうございました。
と素晴らしい感じで。Gracias.
車エッドカルビに同時に非同期に走らせることを使って、だから疲労を高速化させて安定化させるという特徴を持ったアルゴリズムです。で、この、SEC のネタの特徴なんですけど、ここに画像の入力があると、まあ、コンボリーションを応用していって、フリーコネクトにしたレーステムに入りますけど、最後に、視力が2点に分かれてきて、1個が V っていう、現在の、状態に対する状態価値 V っていうのを、1個視力する部分と、それとは別に、ソフトマックスで、ポリシーパイっていう、各アクションを取る確率を視力する、部分のこっちとこっちになってます。で、ここがちょっとできるのとは違うと思うんですけど、ここの視力は各アクションを取る確率なので、アクションが確率的に例えば、30%、40%とかだと、確率的に、これが3割取る確率があるみたいな、ような確率的なコード選択になっています。で、SEC は、パラレルというので、異なる環境がこうやって、走っているんですけれども、それぞれでは、勾配だけを、バクトルファンクションで勾配を計算した後に、そこで即、そのネットワークに勾配を反映せずに、グローバル で1個共有して持っている、ネットワークに勾配を反映させて、でそこで、合わせられた、ネットワークの重みをまた各、環境にコピーしていって、でもそこで学習して、また勾配を求めて、それをバーンって、非同期で、反映していってっていうのを繰り返して学習するっていうのが、SDC の特徴です。で、ここの、先ほど出てきた、V とポリシーパイの学習方法なんですけれども、ちょっとパッと見ると分かりにくいんですけれども、例えばこう20ステップの、学習だった場合に、20ステップ分の報酬、割引がちょっと入っているんですけども、とプラス、20ステップ分の、V の値っていうのを、R っていうのの値に見たとすると、価値関数 V の値はこの値に近づくように、ネットワークを学習しなさいと。で、ポリシーの方はこの R、引く V の値が正であれば、その時に取ったアクションの確率を上げると、つまりその時に取ったアクションが良かったと判断して、それの取る確率を上げて、逆に2つは下げるようなイメージの学習を行っていますと。で、こっちが、アクター、行動をする方なんでアクターで、こっちがクリティックと言われて、で、この2つで、アクター、アクリティックと言われて、で、アンリアルは、この A3C っていうアルゴリズムに、エクスペンスリプレイを効果的に使った補助タスクを導入して、学習をすごい細化させたという特徴のアルゴリズムで、補助タスクはこのピクセルコントロール、リワードプロデクション、バリューファンクションリペアっていう、ここ3つの補助タスクを合わせて学習をすごい細化させたというアルゴリズムです。で、その前にまず、エクスペンスリプレイスというのは何かというのを説明します。で、DQ とかで、導入されたものなんですけれども、状態、効果のデータと、画像の入力と、その時に取ったアクションと、返ってきた報酬と、次に遷移した次の状態のペアというのを
すごい大量にいっぱい取っておいて、そこからサンプリングしていって、ネットワークを学習させると。というのが DQM でやっていたことで、DQM は、プログラムの学習が安定しなかったと。ですけれども、SBC では、SBC リプレイを使わずに、サンプリングしていっぱい取っていく代わりに、複数の環境を走らせて、学習を安定させるっていうことだったのが SBC。それなんですけども、一旦、使わなくなっていた SPM3 リプレイを、アンリアルとはサイトを効果的に使って、SBC にさらにそれを組み合わせて学習を加速させていきます。これが、アンリアルの、図なんですけども、ちょっとパッと見分かりにくいんですけど、ここがベースになる SBC のネットワークで、ここが入力画像入力があって、コンボリューションで LST なんで、先ほど話したみたいに、オシロブが二手に分かれて、グリッドプロシのパイに分かれていると。で、これの結果をリレーバッファーっていうところに貯めて、そこから3つのタスクを行って学習をしましょう。でまず、1つ目のこのピクセルコントロールっていうところなんですけども、これは、画面のバストンのピクセルの変化量が、より大きくなるように学習に、したいという、もので、画面のピクセルの、変化値を疑似報酬として扱うような用途となっています。これがどういうものかというと、画面を 20×20 のグリッドに区切って、その各グリッドに関して、学習をする、そうですけれども、各グリッドの、ピクセルの平均値の全フレームとの差分を疑似報酬として扱って、でそれを報酬として扱った旧学習というのを 20×20 の、400グリッドセルやっていると。で、ここで重要なのが、ここの、旧学習をこの各グリッドの列ごとに行うんですけれども、ここで得られた Q 値は、DQL とかと違って、こいつを利用するわけではなくて、アクションはあくまでもベースになっている A3C のエージェントの方で、行動は選択されると。なってますと。で、次に、リバートプロテクション、リワードプレディクションというものは、オールタスクについてもですけれども、エクスペンスリプレイから、連続したそのフレームを取ってきて、その次に来るフレームがで、得られる報酬がセーフか負かゼロかというのを予測させるようなタスクですと。で、ここで重要なのが、予測する、4フレームの報酬が、プラスマイナスはゼロの、報酬が、半々になってくるように、サンプリングすると。で、ここが重要で、つまり、これどういうことかというと、いろんな情報が得られることって結構レアなので、そういうレアな情報が、あっても頻繁にそれが、そうでない、場合に、対して大体半々になるように、有益な情報を、に、重みをつけてサンプリングして、予測するっていうのがあってますと。で、それをこうリプレイワッファーから
ちらとサンフレームっていうのが半々で取ってきたので、サンフレームを入れてコンボリュージョンに入れて、ここがソフトバンクスになっていって、それから3つの、プラス0マイナスかっていうのの3択を作って、ソフトバンクスを使用していますと。で、次にバリューファンションディプレイというのは、先ほどその、SNC で説明していた、V の、おすすめというのがあるんですけれども、それをもう一回リプレイバッファーから取ってきたフレームで再度、もう一回ダメ押しでやるみたいなことをやっていて、でここでは、先ほどのリアドプレディクションとは違ってサンプリングは特に偏りをさせていません。で先ほど説明した SETC に対して、その結果をリプレイバッファーに入れて、タスクを3つやってるんですけども、補助タスクは、直接アクションの ACC の、アクションの選択には影響を、及ぼさないんですけれども、この、コンボリューションだったり ASTM の、重みをそれぞれ共有しているので、そいつ経由でこの SDC の行動選択に影響を与えていると。で、バリューファンクションリペイとか、ペットコントロールはコミュニケーションと ASTM を共有しているんですけれども、このリワードプロテクションは、コミュニケーションだけしか共有しないみたいな、そういう共有の仕方になります。で、損失関数はベースになる SVC のもともとの損失関数に、バリューファンクションリプレイの損失関数と、400グリッド分の、コントロールの急学習の、損失関数と、リワードプロテクションの損失関数をそれぞれ合わせた、損失関数で学習をしていて、で、これが、複数環境分ずらっと、あるっていうイメージになっています。で、これが学習結果の、論文に、書いてあるんですけれども、これが SAC の学習スコアで、SAC にバリューリプレイだけを追加した方とか、SAC に、アンビっていうのリアドプレイ、リアドプレディクションを、追加した場合に、箇所に書いてあって、で、ここが、アンビっていうのが、すべてを、足したパターンっていうので、これが一番大きくなっていて、グラフ上ではピクセルコントロールを入れたときに上に出て、結果が良くなっている、アクシオの速いシスコンになっていて、これは、学習速度に関するグラフなんですけれども、SVC に対して、大体何倍ぐらいになっているかというのが示したそうなんですけど、これがステージの、タイプなんですけれども、全部平均すると、大体アンリアルが SVC に対して平均で10倍ぐらい高速化、学習が高速化されているという結果が出ています。で、それで、これから実際に、画面を見て説明するんですけれども、3DMの中で、緑のリングを取ると点。で、こういう、変なマークの、地点に到達すると、ここがワープ地点で、ここに到達すると、10点から10点を得て、どこかランダムな場所にワープするというふうになっているので、サブレットとしては、ポリシー投資としては、極力このオーバープ地点に到達して、どんどん、繰り返して、青制限時間に上げていくというのが、一番いい
ういう感じで 3D の画面の中どん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 目を解いていっていくんですけれども、ここが、実際の画面の入力値、84×84 のピクセル値の、入力値で、これが、ピクセルチェンジという、画面の変化量ですね。マイフレーム等の画面の変化量で、これが、各グリッドの Q 値を出力しております。で、ここが、各アクションの起こる確率を示しているんですけども、アクションが6個ありました。6個、取れて、前進更新、右回転、左回転と、あと、左右スライドのアクションになっているんですけども、アクション開始時は、アクションの取る確率っていうのが、まあ、大体似たような、20% とか 30% のバーって並んでるんですけど、学習が進むと、ほぼ、100% の確率でもう確信を持ってこな、アクションを取ろうというような学習が進みますと。で、この V っていうのが状態価値なんですけども、これはどういうものかというと、例えば、将棋とか囲碁だと、勝てそうな局面であれば、その状態は状態価値が高い状態になっていて、こう負けそうな時にはすごい低いような状態になるのが V の、状態価値クラスなんですけども、このステージの自分でだと、で突っ込んでいってるんですけど、向こうの地点に入るとピアノでまた、状態価値が下がっていくみたいな、こうですね、いうように学習できているので、ちゃんとその、今いる場所がどれぐらいいい場所なのかっていうのが判断できていると。で、次に、ここが岩戸どこで出張なんですけど、開始なんですけども、進んでいって、この辺は報酬がないので、ずっと0000といって、青リングが見えてくると、スコアが取れそうだぞっていうのが、ここで、プラスの報酬が来るはずだっていうのを判断して、で実際にその次のフレームで報酬を取って、報酬を取ってしまうともう、報酬が、ないだろうとちゃんと判断できているというような場所になっていると。またずっと進んでいくとゴール地点に近づいていくと、またここで、そろそろゴール位置に到着するぞっていうのが分かって、実際にそこでゴールインすると、また欲しかった、得られるのがちゃんと学習できて、なんで、こういったような、補助タスクを僕がちゃんと学習できていると、その、特徴をちゃんと取れるようなネットワークが、ここも
の、重みを共有しているので、ここの学習が、すごい、いい特徴が取るように、高速に学習できているというのが、今回も、やってみて分かった点ですね。で、自分の発表は以上あで、ソースも公開されているので、ここに公開されているので、よかったら、お手掛けを以上です。ありがとうございました。本日の発表はすべて、終わりになりまして、まあ、懇親会 であのお話できなかった発表書も多分まだ残ってるんで、あのご質問等あれば、この後捕まえてお話しいただければと思います。で、まあ、これで終わりになりますので、じゃあ終わりのところで、はい、最後ご案内だけ、もう一度横田さんからしていただきます。皆さんお疲れ様でした。お帰り内閣もいらっしゃると思うんですが、お帰り際はですね、玄関にかけているカードケースですね、ケースなケースを見てください。中身は、ちゃんと警備員に付けておりますので、シールと名前書いたカードはお持ち帰りいただきますのでお願いします。また一部の方はですね、四角い長い紙で入った方もいらっしゃるかと思いますが、その方はですね、名前書いたカードが全然必要になりますので、お忘れないようにお願いします。また最近ですね、忘れ物をされる方が増えてきておりまして、この前のスーツケース丸ごととかですね、ボアとかそうなんですが、割と大物が目立つようになっていますので、ぜひお忘れないようにお願いいたします。いや、スーツケースを忘れないように皆さん気をつけて。はい、じゃあ最後に発表した皆さんに拍手で終わりたいと思います。ありがとうございます。じゃあ以上で、ぜひ開催いただければと思います。今日はありがとうございました。高いのでついそちらから。